はい、こんにちは、表屋日常です。今回はちょっと珍しい、あんまり見たことがないような鉢が入荷しましたので紹介したいと思います。何が珍しいかというと、まあ一見思うとやってる方とかなら分かる通り、こちら、この柄は伏せ鉢ですね。はい、この伏せ鉢で、この柄も、よくある五竜の写しの柄になります。ですが、この鉢何が変わってるかというと、この字、はい、この黒字がなんとカモグロ釉薬を使ってます。私がよく紹介している、カモグロ鉢の、黒を使っていますね。はい、伏せさんの鉢はもともとカモグロではない、黒を使っているので、カモグロっていうのは実際ないんですけど、こちらは愛楽園さんのカモグロの黒鉢に伏せさんが絵付けをした鉢になります。で、現在今このように10個あるかないかぐらいですかね、しかないんですよね、この黒カモグロに伏せさんが絵付けをした鉢っていうのは。でですね、なんといっても、まあ、何がいいかっていうと、小鉢って、まあ、今も重宝されてる小鉢っていうのは全部あれカモグロで作っているのでですね、これからこのカモグロ鉢は、時代が、経つにつれ小鉢のあの時代の雰囲気っていうのを、醸し出してくる、はずです。でもう伏せさんも亡くなってしまったので、このカモグロに伏せさんが絵付けをしているっていうのは作れなくなってしまいますね。はい、で今回入荷したのは、これがだいたい 3.0 から 3.3 ぐらいですかね。 3.3 とか多分これ 4.0 とかかな。でこれが 4.3 で、これが、5.0 ぐらいありますかね。はい、はい、この4鉢が入荷しました。とても貴重なものなので、ぜひ気になる方いたら、春公園まで、ご来園または、お問い合わせください。はい、今回はちょっと貴重な鉢が入荷しましたので、それだけ紹介させてもらいました。皆さんこれからもまた貴重な鉢とか入荷したら紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。